相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。公安だってそこまで万能に何でもできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合いかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、世間はびっくりするでしょうね。ああ、それより八神は昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、事件の関係者と会いに。病院にいる関係者って？楠本玲子です。13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。あなたが桑名を公安に売ったのは、満君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた満君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。お母さん。
子を。ミツル、なーに。ミツル、ミツル。驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか。桑名はRK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。ミツル君が順調に回復することを祈ってます。
ったく、いい加減にしろよ。食っちゃったよ。よし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 、でかしたぞ。よしよし、偉いぞ。
しよし、偉いぞ。寝かしたぞ。よしよし、偉いぞ。しばらく寝とけって。何見てる？落ちる。死ね、俺。
く。たく、いい加減にしろよ。八神氏、もうお戻りで？体の調子はどうです？昨夜は爆風で吹っ飛ばされたんですから。ああ、なかなかいい経験させてもらったよ。タフですな。さすがカムロ町の探偵。よう来たな、ターボー。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。収穫は聞かないで。手がかりはなかった。まあね。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がうろうろしてやがる。桑名のやつがどっからとっ捕まったら何かしら動きがあるだろうぜ。これ昨日桑名から渡されたんだ。江原敏郎の写真。桑名さんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したのですか？ああ、江原に渡しといてくれってことだったんだけど。なんだよ、ああひび入っちまってんじゃねえか。ちょっとつくもの方で調べといてくれるか。ただのペンダントってことはないと思う。承知しました。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと？そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし。時に八神氏、江原の痴漢裁判は今どういう状況です？沙織さんが控訴の準備中。日程はまだだけど裁判所もなる早で動いてくれてるよ。その裁判でこっちの訴えが認められれば自然と桑名の存在も明るみに出る。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。ああ、桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば、多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。なるほど。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。じゃあ八神さんはこれからどう動くつもり？江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。ふん、なんだか振り出しに戻ったな。まさか。とんでもないですよ八神氏。痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。僕は真実を追うというただそれだけのことがかくも大変なのかと思わずにいられません。そうだね。でも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし、浮かばれない誰かもいる。そんなの黙って見てらんないよね。やっとわかったか。悪くねえ仕事だろ、探偵ってのは。ふん。みんな引き続き偉人町で桑名を探してくれるか。俺は江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。了解です。偉人町の監視を強化しますぞ。こっちも行くぞ杉浦、お仕事の時間だ。はいはいっと。来てたのか。
よしよし。クアナさんから渡されたペンダントは僕の方でじっくり調べてみます。八神氏は外を歩くときご注意を。偉人町もカムロ町も RK のメンバーが至るところで目を光らせているようです。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。なるほど。
まり。ええ、お、はあ。おう。え？おう。まあな。お。
おう。ああ。海藤さん、あんまり突っ走らないでよ。近づきすぎるとバレちゃうから。分かってるけどよ、離れても見失うし、なかなかむずいな、これ。仕方ないよ、なんとか足並み揃えていこう。ちょっと海藤さん、歩幅合わせてよ、首がもげる。おう、悪い悪い。やべえ、この角度は腰が死ぬぜ。節々が痛くなってきた。俺は周りの人の視線が痛い。早く歩けねえのか？見失っちまうぞ。海藤さんこそ早いんだよ。ペースを守ってほしいんだけど。なんかだんだん慣れてきたな、俺ら。運動会に出たら最強なんじゃねえか？どこの世界の運動会に顔はめパネルにはまって尾行する競技があるのさ。たぶん。早く歩けねえのか？見失っちまうぞ。海藤さんこそ早いんだよ。ペースを守ってほしいんだけど。タモ、
もっと早く歩けねえのか？見失っちまうぞ。いえ、タボ、もっと早く歩けねえのか？見失っちまうぞ。カイトさんこそ早いんだよ。ペースを守ってほしいんだけど。タボ、シップ持ってる？事務所で貼ってあげるから、もうちょっと我慢してよ。おお。おう。
もしもし。ええ、
Ugh!
Yeah!
Yeah?
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
らっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よし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 、来たな。で、貸したぞ。時間食っちゃったよ。なんだ、お揃いじゃん。おら、白崎先生からお呼びがかかったんだ。お前がカムロ町を開けてる間、雑用の手が足りないってんでな。
沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも雑用は嫌いじゃないんです。八神さん、ちょうどいいところに来てくれました。これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。わかった。でも何を話す？痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった三越場殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。ただし殺人動画は証拠として認められないので、他の材料が必要です。要は新しい証拠がいるってことだ。もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれん。それを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか？難しいとは思いますけど、でもそうです。本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないもんで。はあ？それじゃ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか。星野先生と呼んでくれていいですよ。いつからそんな舐めた口。江原は八神くんにだけは本音で話しているみたいね。だから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない？ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。よかった、沙織をお願いね。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。検察から裏切り者だと思われない？何言ってんの。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから、今の話も高野検事に筒抜けだと思って。じゃあ用心しなきゃな。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか。そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。わかった。八神さん、僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。奥さんは横浜に別居中ですけど、三越場殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。江原が痴漢か殺人犯か、弁護士たちの間でも結構話題になってるみたいだぜ。三越場の殺人動画が本物かどうかで真っ二つに意見が割れてんだとさ。支度でき次第電話しますね。控訴前に江原さんと話すのはこれで最後になるかもしれません。八神さんもそのおつもりで。沙織のことをお願いね、八神くん。江原の痴漢裁判は警察にも検察にもナーバスな件だから、沙織一人じゃ大変だと思う。私もできる限りのことはするから。街ん中は相変わらず RK が幅利かせてやがんぞ。最近は特に登場会だった連中が堂々と前面に出てる感じだ。一人で動くときは用心しろ。別に心配してるわけじゃねえがよ。向かいたいと思います。今どちらですか？神室町にいるよ。じゃあ、俺がタクシー捕まえて沙織さんを拾いに行こうか。なるほど、わかりました。お願いします。
てたのか。またな。来てたのか。よしよし。なるほど、残念ですね。殺人動画証拠扱いされないとあれは法廷で披露してほしかったですよ。一人でも多くの人に。動画の内容を事実と認めたら、その時点で痴漢の一審は白紙、無罪にひっくり返ります。検察としては断固江原さんの御子柴殺しを受け入れられません。下手したら今、仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。それはいい。どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。ああ、俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。ただそれを裏付ける証拠がないお気の毒です。ところで、刑務所を出たらあんたは御子柴殺しを告白するって言ってましたね。それで痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がみすみす御子柴殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる。ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよ。
マスコミを通じて大々的にやりたいですね。なるほど。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば、告白に真実味が出ますね。もしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。ほう。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか。私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです。だからその証拠も出す気はない。証拠を出す気はないということは何かあるんですか。まだ私たちの知らない三越葉殺害の証拠が。何があるんです、江原さん。仮にあったとしてもあなた方の手には入りません。変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。三越葉の死体の一部とか、例えばそんなものを隠し持ってるんじゃありません。死体にそんな欠損があったんですか。いえ、特にそういう情報はなかったように思います。欠損ってほどでなくても髪の毛とかそういうの。もしそんなのがあったとして三越葉殺しの証拠にはならないでしょう。それで証明できるのは私が三越葉の髪を誰かにもらったかもしれないということだけだ。確かにそうですね。三越葉殺害の凶器、そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないって。なるほど。凶器は確か動画には映ってましたね。ナイフです。殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら、犯人もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。法の目を出し抜いて息子さんの仇を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。それで、もし痴漢の冤罪で服役した後あんたが三越葉殺害を告白したって、証拠がなけりゃただのたわごとだ。そこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返してやれる。いい調子じゃないですか。ならどこにその凶器を隠したかも推理したらいい。あんたは偉人町で三越葉を殺した後すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。ただし現場には共犯者もいた。だとすると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。他に話がないなら戻らせてもらう。桑名が姿を消しましたよ、江原さん。公安があいつの存在に気づいたんです。公安？だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。そうですか。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。もともと二度と会えないものと思ってて。このままじゃあいつは逃げ切れません。公安に捕まった場合、その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。連中は桑名を闇に葬ります。どういうことだ。何が起きてる。前に来た時俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。その虎が
公安だったと。そう。でもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば、公安も迂闊には動けなくなる。桑名を助けるにはもうそうするしかない。手貸してくれ、矢原さん。私は三越馬殺しを法廷で認める気はない。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。そのために命を捨てると誓い合った。命捨てるってそう言って考えることから逃げたいだけだろ。そうかもな。矢上さん、私が矢上さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件、電車内での痴漢と三越馬殺害を調査してほしいというものでした。でももう一つ依頼を追加させてください。弁護士バッジはまだお持ちですよね。江原さんの控訴、矢上さんも弁護人としていらしてください。今度の裁判には矢上さんが必要です。いいのかな。俺が弁護すると高いんだけど。源田先生にはよく言っておきます。わかった。毎度どうも。こんなこともあろうかと思ってさ、これいつも持ち歩いてんだ。知ってます。あれ？そう。もしもし。よう、ターボ、今どこだ。ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。何、もしかしてどっかから俺のこと見てた？今頃気づいたか。お前がいかがわしい店に通ってるのも全部お見通しってわけだ。海藤さんはどこにいんの？ハンピンリューマンのとこにいる。星野君と東も来てるぜ。ああ、そういえば横浜に行くって言ってたな。江原の奥さんと会うっつって。お前もこっち来られるか。ちゃんと手抜かずに仕事してたか、報告に来いや。すがすがしいほどに偉そうだね。じゃあな。
来てたのか。よしよし。そんなもんか。全然時間食っちゃったよ。フルメンバー勢ぞろいって感じだな。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってゴマすれんな、星野くん。ゴマをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。お疲れ様、八神さん。まあ座れやターボ。そうか、じゃあお前また法廷に立つんだな。沙織さんのサポート役だけどね。ああ、なるほど。そうなると僕は江原さんの控訴を法廷にいなくてもいいんですかね。お？いや、どうだろう。そこは沙織さんと話してみたら。八神がいるならいなくていいだろう。星野くんやべえな。そろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえか。僕だって役に立ってるじゃないですか。それなりに。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろ。
青い野郎だな、この弁護士先生は。うっ、はあ、ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだった？偉人町で RK は今どんな様子？どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみてえ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ？ああ、堅気の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。で、そこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきやがる。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それも随分昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。相馬はあいつまだ偉人町にいそうか？いや、あいつの情報は全然でな。偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょう。星野君と東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかったようだ。4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔をしてて。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた？興味ないそうです。その裏で息子の仇を討ってたかもしれないことは？三越場の殺害動画も奥さんは見てない？見てないって言ってました。ええ、マジで？なんていうか、ほんと取り付く島もない感じで。せっかく横浜まで来たってのに冴えねえもんだ。桑名の居場所はまだどこにいるかつかめない？ああ、あいにくな。偉人町中を聞き回ったんだが手がかりなしだ。 RK も桑名を探し回ってる。奴らまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてる。それは裏を返せば向こうもまだ桑名を見つけられてないってことだよな。なるほど、そうとも言えますね。桑名さん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな？生きてるとは思うよ。無傷かは分からないけど、俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ問題はこれから先の話だな。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのかまるで分からない。俺なら裏切りは許さねえ。桑名もそう考えるんじゃねえか。裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。今頃楠本玲子を付け狙ってるとかよ。ああ、確かにそうかも。みんなの報告はこんなとこか？そのようですね。では僕はもうこれで。
引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。うん、ちゃんと無事でいるといいんだけどね。つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。ああ、それに引き換え今回影薄いね、星野くん。弾持ってるって空手の腕も全然活かされねえしな。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。東さんはごゆっくり。この後はどうする、タボ。今夜はもう上がりか。なら、テッソンが止めてくれるっつってたぜ。ああ、別に構わねえ。どうするよ。俺はもう少し動くよ。まさか自分があのハンピン・リューマンのアジトに来るとは思ってなかったぜ。ここらはちょっと前まで偉人さんって3つの組織がバチバチでな、ハンピン・リューマンもその一角だったんだ。どうする、もう今夜は上がりにすっか。俺はもう少し動くよ。兄弟、さすが頼りになりそうなのが揃ってるじゃねえか。ここに桑名もいりゃもっと公安と張れるようになるんだがな。いい加減にしろよ。
ったく、時間食っちゃったよ。出たのか。よしよし。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。どうする？もう今夜は上がりにすっか？じゃあ一晩泊めてもらえる？お言葉に甘えて。八神、俺はしばらくこっちに残って兄貴と動くぞ。お前らに手貸してやるっつったんだ。どうやらでかい敵らしい。ここで抜けちゃ男が廃るってもんよ。やあ多忙、鉄装がドローン飛ばしてみせろって言うもんでよ。自分らの島を上から見んのは初めてだとさ。わあ、面白いもんだな。俺も今度自分の買うわ。
しまーす。ありがとうございました。ったく、時間食っちゃったよ。ヤガミさん、もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ？ん？いや、どうかな。いや、まだやることがあるんだ。そっか、わかった。ならいいんだ。
よしよし。毎日ごちそうだにゃ。この暮らしはもうやめられないのにゃ。あの、さっきまで職員会議だったんですけど、早く終わったのでちょっと日向ぼっこに。日の光を浴びるのは体にもいいんですよ。へえ。光を浴びると免疫力が上がったり精神が安定すると言われています。幸せホルモンが出るなんて言われたりもしますね。これは人だけじゃなくて猫も同じです。え？血行が良くなるので毛並みも良くなるみたいですね、チェリー。へえ。ところで、そうですよ、私の手書きなんですから。いや、こだわりっていうか手書きじゃないとダメなのかなと思って最初に作ったらすごく褒められちゃいまして、引くに引けなくなっちゃって。他の学校の先生は普通にパソコンで作っているみたいなんですが、もう後戻りできずで、はあ、パソコンで楽に書きたい。はあ。あの八神さん、探偵さんって依頼したら保険頼りを手で書いてくれたりするんでしょうか。いえ。確かに、あの、いや、癖のある子が多いですね。でもみんないい子ばかりですよ。悩みの多いお年頃ですから、できるだけ近い目線で寄り添ってモヤモヤを取ってあげたいなと思っているんですが、いやはや難しい。ナナちゃんみたいにやりたいことが見つかる前に答えを出すように言われちゃったら、そりゃ困りますよね。まあ今朝は彼氏に振られたって泣きながら入ってきた子もいましたが。なるほど。まだです。
いつもいるわけではないですが、生徒とよくお昼ご飯を食べたりしますよ。天気がいいと気持ちいいのよね。夏は熱中症に注意ですが、日焼けしちゃうし。へえ。お。ええ、最初はおとなしかったんですが、慣れてからはどんどんふてぶてしくなってきましたよ。好き嫌いが激しいので、今チェリーの食生活を改善中です。なるほど。そうね、確かに。でも手がかかる子ほど可愛いものですから。ところでさくらんぼです。へえ。ちなみにちゃんと一個ずつ種を取ってからあげてるんですよ。来てたのか。よしよし。
ない。この世のウイルス消えてなくなれ。あの、ところで、コリアン街にあるんですけど、お酒も美味しくて穴場なんですよ。へえ、それは楽しみ。なんか保健室出る前にバタバタされてましたけど。出かける前とかも結構あんな感じなんですよね。一つのことに没頭すると時間の感覚が薄くなっちゃうんですよ。職員会議前とかも無駄に保健室を乱しちゃうから自分が嫌になりますよ。予定の前にアラームとか鳴らしたらどうですか？ああ、なるほど。それはいいですね。でも普通の音だと気づかないかもな。いっそ目覚まし時計買おうかしら。ああ、でもそれだとベッドにいる生徒ごと起こすことになるか。まあ目覚まし時計ですからね。探偵さんって依頼したら職員会議前に呼びに来てくれたりしますか？探偵を何だと思ってるんですか？ですよね。どうしました？いえ、大きなネズミが走っていって。
この辺りは飲食店も多いからネズミも多そうですよね。そういえばこの間チェリーが気分良さそうに泣いていて、何かなと思って見に行ったら仕留めたネズミを加えていまして、とても誇らしげに血まみれのネズミが。ああ、猫の本能炸裂ですね。それでどうなったんですか？満足げなチェリーがいなくなった後、そっと片付けましたよ。本人に悪気がない分何も言えないので。善意の行動に悩むのは相手が猫でも人間でも変わらないんですね。綺麗にまとめましたね。はあ、これからどうしたものか。どうすれば。京子さん、やります。私が処置します。ありがとうございます。とても温かい。いえ、
全然足りないよ。許さんぞ。いやいや、八神さん、私これから変わります。
もう少しだけ見ていてくれますか。ええ、ありがとうございます。いやいや、負けませんから。勝たせてもらうよ。ちょっと。
八神さん。ああ。はい。バレてんじゃないですか。隠し事はもうやめよう。
八神です。八神さん。あの、いじめあんちゃんだった。たくいい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとう。
し。エボじゃねんかにゃ。やめとけ。飲めば飲むほどへ強くなるにゃ。おっよいしょ。ひらきらチュッ。時間食っちゃったよ。ヤガミさん。はい。
お、八神さん。お、すみませんでした。ありがとうございます。初めてあなたと会った時から不思議な人だなって思ってました。探偵さんってみんなこんなに優しいのかなって。でもそれは八神さんだからだった。私の秘密のことも誰にも言わないで痛い思いもしながら克服に付き合ってくれて、結局バレバレでしたけどね。ナナちゃんの手当てをする時もあなたがいなかったら私はきっと何もできなかった。あなたがいたから私は自分と向き合って前に進むことができました。いつかあなたが傷ついた時必ず私が癒します。だからいつでもあなたのそばにいたい。さっき見た温かい夢、私の隣で八神さんが笑っていました。それを正夢にできたなら。八神高幸さん、あなたのことが好きです。私をあなたの恋人にしてもらえませんか。八神さん、ええ、
京子さん。
いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。